子羊が第五の封印を解き、私は祭壇の下に殉教者の魂を見た。神の御言葉のために死んだ者たち、君は家族を殉教させた。同じ目に合わせることもできない。だが神は見ておられる。この選択に基づき我々は裁かれる。我々のこの世界はもうすぐ終わると言ったはずだ。全ての軽視が、全ての不正が、全ての選択が罪を明らかにする。その罪が我々を今ここに導いた。君の仲間は拷問された。君のせいだ。多くの人が死んだ。君のせいだ。この世界を止められないのも君のせいだ。満足したか？どうだ？いつになったら銃で解決できないこともあると理解する。君には最初に立ち去る選択を与えた。だがとどまった。最後にもう一度だけチャンスをやろう。神に免じて銃を下ろせ。仲間を連れて去るのだ。もう我々には構うな。それで終わる。それで終わる？あんたはイカれてる。そうか。そもそもここに来たのが間違いだったんじゃ。お前次第だ、ルーキー。忘れるな。神が見ている。全ての軽視、全ての不正、全ての選択が罪を明らかにする。ジョンは間違っていた。君の罪は憤怒じゃない。君は自尊心を満たすためなら世界すら犠牲にする。子羊が第六の封印を解いたとき、大地震が起こった。太陽は漆黒に染まり、月は血のように赤くなった。ついに君の仲間を悟ったのだ。体はエネルギーと心から受け入れた。そして皆私のために死ねる。我々は一つだ。私は真実を体現する。驚いたな。俺を助けてくれたのか。よっしゃ。立ち去れ悪魔め。なんてこった。助かったな。君が堕落する様は甘美だろうな。状況になったのは君のせいだ。それは分からないのか。
を体現する。封印を解いたとき、天に静寂が訪れた。七人の御使いに七つのラッパが与えられた。すると荘厳と雷鳴と稲妻と地震が訪れた。ジョセフ・シード、お前を逮捕する。聖女から偉大な声が七人の御使いに言った。行きなさい。鉢を傾けて神の怒りを血に注ぎなさい。
どういうことか分かるか？政治家たちは沈黙したということ、企業は消滅したということ、神の正義の炎によって世界が清められたということだと。つまりは私が正しかった。崩壊が訪れた。我々の知る世界はもうない。ずっと待っていた。神が私の耳元に囁いた予言が成就する日を。この時のために家族に備えさせた。君が彼らを奪った。代わりに君を殺すべきなのだろう。だがもう君だけが私の家族だ。世界が生まれ変わった時、我々は光へと踏み出す。私は君の父、君は私の子だ。君と私でエデンズゲートへと歩もう。